あなたの夢にお邪魔します。It's me, Ariana. ギガン。皆さん、ご機嫌よう。ブリアナです。みんな元気にしてた？本日は、結構さ、お時間経っちゃったかしら？YouTube のコミュニティの方で私、質問、ご相談をね、募集をいたしました。質問、ご相談、私もうちょっとこまめにね、皆さんに募集をね、させていただくつもりだったんですけれども、シンプルに忘れがち。ああ、ふと思い出して、お急ぎでね、募集させていただきました。すぐね、なんかちょっとゲームとかに夢中になっちゃうと忘れちゃうんだ。こんなコーナーで質問、ご相談、お答えしてまいりたいと思います。サックス吹いてる12さん、同い年、私と。おお、タメじゃん。いつも見てるよ。自分はゲイで好きな同級生がいますけど、向こうがゲイか分かりません。どうしたらいいと思いますか？そうね、同い年の私から申し上げられることは、この私たち、お年頃、やっぱね、多感な時期に入ってまいります。おお、そうなってくるとさ、ある程度、周りの目、気にし始めちゃったりすると思うんだよね。ご自身が、あの人のことを好きってこと、周りにバレちゃって、言いふらされたらどうしようって。まあ、中学校、高校、大学。どこもかしこも今はさ、あっちゅう間に噂回っちまうからね、嫌な思いをする確率がうーんと高い、そういった世の中になっちまった。そんな風に感じているんですけれども、正直こう茨の道を腹をくくるのかくくらないのかってとこになってきちゃうところではある。私はね、もう本当にこんな小さい時からさ、自身のセクシュアリティをオープンにして生きてまいりました。それゆえに恐ろしい体験というのももちろんしてきている。その選択はね、楽しさの倍以上は傷つくと思っていても過言ではないくらいよ。私はね、こんなにちっちゃかった時は、相手の迷惑も顧みず、ガンガンにアタックしていっちゃうタイプだったので、迷惑極まりなかったと思う。ストレートの男性からしたらね、結構迷惑だったんだろうなって思うんだけど、何人かはね、なぜか私のこと好きになってくださって、お付き合いしたこともございますけれども、基本的にはさ、同じセクシュアリティの方に、ターゲットを絞るというのが得策なんじゃないのかしらと私は思っちゃうかな。私たち人類、ホモサピエンスはね、傷つかないとなかなか学べない、そういう存在でございますので、その方ともしっかりコミュニケーションをとって、傷つくなら傷ついて、せっかくの人生ですから、ちょいと濃い口で頂戴していくのも良いんじゃないのかしら。中当て飴？中当て？中当て？え？下ネタ？
たストレートネックの直し方を教えてください。ボリちゃんずっと応援しています。ありがとうございます。ストレートネック。これはね、私に聞くのは間違っている。ん？何でもそうよ。体を痛めたり。そうね、ニキビなんかもそう。お肌があれあれ。そんな時はね、素直に医師に見ていただきましょう。私、これに関してはそう思っちゃうかな。おー、You better go see a doctor. Right? カウチンクさん？カウチンクさんで合ってる？チンクさん。リちゃん、こんにちは。こんにちは。先日、たまたま飲み屋さんで同席した60代くらいの殿方に友人が私を紹介してくれました。丁重に初めましてとご挨拶申し上げたのですが、その方は私を寝踏みするような目で見て、こんなやつ知らんわと言い放ちました。胸クソ悪いのでさっさと退席しました。後で一言言ってやればよかったと悔やんでいます。未だに女は若さと整った容姿の美しさにしか価値がないと思っている。時代遅れのクソジ、殿方にガツンと上品に打ちのめしてやれる一言ありませんか？長々とごめんなさい。ブリちゃん大好きです。おじさまって美女好きだよね。美女はね、ブ男結構選ぶんだけどね。DNA で選んでらっしゃるのかしら？私個人といたしましては、美男子からブ男まで大変美味しく召し上がれるタイプなので、ちょっとね、理解に苦しむところではあるんですけれども、そうね、こんな風に言われちゃったらもうなくそ悪くて、当然だよね。まあ私だったら、このおじさまにね、時間を使うのがもったいなくって、一言残すってこともね、惜しいくらいよ。まあそうね。まあその方がおしゃべりになった時に、あっ、口臭い。やっぱそれくらい？これは私よくアドバイス差し上げるんですけれども、やっぱね、口臭いって相手に思わせるのが一番来るんじゃない？嫌がらせしたいならよ。私だったらもったいないから無言で立ち去っちゃうかな。Sad Red Man Moo。ロマンゾワイさん、ブリちゃんにプレゼントするにはどうしたらよいですか？私はね、贈り物というものを受け取ってございます。ありがたいことにね、プレゼントを差し上げたいよってお言葉頂戴するんですけれども、私のこの動画を編集してくださっているほやまるくんがね、働いていたスタジオにね、直接プレゼントとか送られてきていたこともあるんですけれども、私物をね捨てるというのがね非常に苦手な上に、頂戴したものだとねよりこう捨てづらくなっちゃうし、どんどん溜まってっちゃって未だに捨てれてないわけだもんでね、ストップさせていただいております。ストップしてんだけど、なんかどうにかこうにかいろんなルートで私がいただいたプレゼントは未だに保管してございますけれども、今現在は受け取ってございます。本当それはごめんけど、よろしくお願いいたします。淡い木村さん、ブリちゃん大好きです。アンチや悪口を言ってくる奴らがいたらどう自分の中で処理されていますか？木村ちゃんの悪口言ってる人がいるってこと？それとも私のアンチの話かしら？私はアンチいないよ。みんな私のこと好きだからさ、アンチいないんだ。仮にね、なんかこう私の YouTube とか私の SNS とかに、まあ、ひどいことをね書き込んでくるような恐ろしいアンチが湧いた時、そういう時は普通にお金を使って職場なりご家族なり調べ上げていろいろと
対処させていただこうかなって思ってございます。そういうのにはね、お金ガンガン使うタイプ。ケイシーを S さん、ブリちゃんの個性あふれるクローゼットに憧れて今風、どうやってこのセンスを磨かれたんでしょう。小学生の時好きだったお遊びなど教えてほしいです。娘もブリちゃんの大ファン、今年は2人で会いに行きたいです。ありがとうございます。小学生、ついこの間の話ね、私はねよくね、大きい輪とかをひっくり返した時にいる虫を探してた。溜まってるじゃない、彼ら、あれを発見するっていう遊びをね、本当に暗くなるまでやってた。あとリカちゃんの髪の毛ドライヤーで溶かしちゃったりとか、そういう遊びしてた。ヨコチョさん、今日大好きだった東京から地方に引っ越します。人生の半分くらい住んでいたので寂しいけど、新生活を頑張ろうと思います。ブリちゃんは生活をガラッと変えた時はありますか？また新しいことへの不安などはどのように解消しますか？まさに今私ね、長いこと暮らしていたニュージャージーから初めて住むニュージャージーに引っ越すんですね。そうなんです。だもんで、ちょうど似たような心境なんじゃないのかしら。まあ、正直私は、シュキピという存在がね、いるからこそ、不安よりはワクワクの方が強いっていうのが、実際のところだとは思うんですけれども、まあ、どうしても、ドミノさんとギズモさんにね、移動による負担、新しい環境による負担、そういったものをね貸せてしまうっていうのがね、私都合で申し訳ないななんて思ったりもするんですけれども、私自身の話で言えば、もう新しい環境で毎日ゲームしてれば自然となれる。ちょっとごめんなさい、私に限っての話になっちゃうんですけれども、どちらかというと不安を解消っていうよりはじわじわとその環境に慣れていくことに集中しちゃうかな。ミカサさん、私は吹奏楽部でいくら練習してもできなくて悔しいです。ブリちゃんはそんな時どうしますか？現在の私で言う、まあおそらくポールってことよね。私はね、このポールによる悔しさ、ストレス、そういったものがね解消できるのが、これもまたポールなんですね。ポールダンスで溜まったストレス、悔しさ、そういったものを解消する、そのためにポールをし続ける、それがね私の中で結構大切なことなのかな。おそらく本当にさ、なんかなかなかこううまくいかない、上達できないって自身で体感しちゃうとさ、もうコンチキショーってコンチキショーってなっちゃうと思うんだけど、どうか諦めずに吹奏楽と自己に向き合っていただいて、一回くじけるたんびにこうアイスクリームの一つでもぶち込んでさ、一日一日新しい日を迎えた時にもう一頑張りこなすというのはいかがかしら。タス・ローさん、ブリちゃん、いつも楽しく動画拝見させてもらってます。今ダイエットを頑張ってる最中です。しかし暑くなってくると体力を消耗しすぎて、取り戻そうと食欲が収まりません。健康面でも痩せたい。ブリちゃん式の良いダイエット法はありますか？参考にさせてもらいたいです。私式のダイエットになっちゃうと普通にアイスクリームとか出てくるかな。参考にならないと思う。そうね、私ここんとこストンと5キロほど落ちたんですけれども、それはねシュキピがさ和食を作ってくださるようになってからストンと5キロ落ちたかな。そこからはね特に体重の変動はない。おそらくね和食が原因だと思う。和食控えて小麦粉とかスイーツいっぱい食べたりとかするとスッと5キロ戻るので、和食に戻るとまたスッと5キロ落ちるみたいな感じよ。まあ、私式のダイエット法というものは存在しませんけれども、和食はおすすめ。ドマーニさん、ブリちゃんごきげんよう。
私は40手前の主婦です。自分の容姿の老いを年々実感しており、もちろん皆老いてゆくもの。人間容姿が全てではないとは分かっているものの、これから先の自分の容姿がどう変化していくのかを考えると憂鬱でたまりません。ブリちゃんはそう思ったことありますか？また何かアンチエイジングのためにしていることはありますか？過去にやった施術で言えば、ダーマペン、顔中にさ、針をさ、ぶっ刺す？あれやったりとか、あとそうね、こんなちっちゃい時におじいちゃまに、お前は蛇の目をしているって言われて、あの二重の整形だとか、そういったものをしてきているんですけれども、私自身はこのように顔の造形自身で気に入っておりますので、顎を削ったりだとか、あのお鼻を高くするとか、そういった施術はしないかなと思うんですけれども、まあね、そうね、アンチエイジングのための、まあ例えばその何、リフトアップだとか、なんか瞳孔造のボトックスだとか、そういったものにはあまり抵抗ないかな。私は他人同行ではなく、ご自身が自らをエンパワーメントしてくれるようなものであれば、アンチエイジングだろうが、美容整形だろうが、何でもしたらいいと思っている。ダーマペンもさ、例えばハイフとかもそうだけど、そういったものに限らず何事にもリスクってものはつきものだから、そういったものを調べてご自身が納得できるように人生をコントロールしていくのがいいんじゃないのかしら。ちゃんこみさん、シュキピトの馴れ初め聞きたい。出会い系アプリです。結構何回か言ってると思うんだけど、出会い系。あ、ゆうゆうまりさん、素顔を晒せよ。おお、おそらくね、どなたにも教えてもらってないと思うので、私が教えて差し上げるけど、他人にこういう言葉使わない方がいいと思う。おお、怯えちゃった今、びっくりしちゃったもの。あと私の素顔はそこら中に落ちてる、もうそこら辺にさ、もうそこにも落ちてるもの。なおさん、もうすぐ28歳になるのですが、周りにはまだまだ若いんだし遊びなとか、表面上は彼氏とかいなくても友達いれば楽しいし、好きなことして美味しいもの食べて生きてこってスタンスなのですが、周りが結婚して子供産んでっていうのを目にすると、やっぱり心のどこかで寂しさが生まれてしまいます。私もシュキピさんとブリちゃんのような熱いビッグラブな関係を築ける人と出会うためには、やっぱり自分磨きが一番ですかね。私はね、こうなんていうのかしら、運命の出会いのようなものってあんのかないのか正直分かってないんだけど、かなり数打った。そうよ、かなりの数よ。え、そう、私と、もうすんごいことした人たちもこの動画見てらっしゃるもの。そんくらいかなりの数打ったわけ。もう数打ち当たるっていうのはちょっと違うと思うんだけど、数打たないとね、出会うものも出会わないんだ。これはね、私も私のシュキピも結構打った結果出会ったっていう感じなので、私のアドバイスといたしましては、自身をしっかりと磨きつつ数を打つ。気まぐれ屋さん、ブリちゃんが今年に入って感動したことは何ですか？私ね、感動しない日ってないんですね。毎日感動している。一日の中でね、何度も感動しているんですね。何だろう、メンタル来てんのかな。え、違う、毎日感動してるから、どれって言えないけど、一番最近で言うと、さっき入れたお茶がすごい美味しかった。ピコさん、
いつも楽しく動画拝見しており、ボリちゃんの愛くるしい姿に癒されております。ありがとうございます。私は体を壊したことをきっかけに仕事を辞めて、人間関係にも恵まれなくて借金だけが残り、人間辞めたいです。こんなことコメント欄で書くことじゃないと思うんだけど、友達いないし家族にも相談できなくて、質問じゃなくてごめんなさい。あ、構わないよ。おう、私ご相談も同時に募集しているので全然構わない。そうね、人間は辞めないでください。しんどくっても生きてください。私から言えるのはそんくらいかな。おう、どんなにダラダラしてたって生きてればいいのよ。生きてるだけでいいの。法律を犯さない仕事だったら何でもして、どんなにしんどくても必要なお金は死に物狂いで集めて、毎日毎日しんどくて辛い、それでも生きてください。よろしくお願いいたします。私からお返事申し上げるとすればそうなっちゃう。まゆまゆさん、ブリちゃんはじめまして。いつの間にかすっかりブリちゃんの虜になっちゃいました。ラブ、質問です。この度いろいろと考えて禁酒を決意いたしました。でもきっぱり断ち切れるか心配。ブリちゃんは以前やらかすくらい飲んでいらしたとか、シュキピさんも以前はお飲みになっていたのに今は飲んでらっしゃらないですよね。禁酒するとき辛くなかったですか？どうやってやめることができたのかお聞きしたいです。あと、禁酒が成功するようにブリちゃんから頑張れるメッセージが頂戴できれば嬉しいです。これからもずっと応援しています。私は、そうね、こんなちっちゃかった頃、お酒をね、毎日のように浴びるお仕事をしておりました。それこそ、家でして、そういうお店で働いてた時は、泥酔して、非常階段で、吐きながら、号泣しながら、実家の犬の名前を叫んでた。らしい。そうらしい。を聞く話によると。そこら結構やばい。飲み方してたんだと思うんだけど、初期ピはね、飲むと人格変わっちゃうくらい、別人格にこうパチンってスイッチ入っちゃうのかなっていうくらい別人になっちゃうタイプだったんだけど、今はね、飲まないというよりは飲み方を覚えた。お、彼はね、自身で工夫してくださって、お酒を飲んだらソフトドリンクを飲む、お酒を飲んだらソフトドリンクを飲む、お酒を連続させないっていうね、ご自身でルールをね作って、それを実践してくださった結果、飲まなくなったというよりは飲み方を覚えて酔わなくなったというのが正しい表現なのかしら。私はもう全然飲まない。うん、最初の一杯飲んだらもうその後はずっとソフトドリンクだったり、最初の一杯すら飲まないことも多い。私はお酒の味は好きなんだけれども、私とシュキピは禁酒はしてないので、そんな辛いとかそういうのはないかな。うん、とんでもない飲み方だけ気をつけたらいいんじゃないの。やらかしちゃうくらいってことでしょ。禁酒しようって思っちゃうくらいなんだから、おそらく禁酒が成功するようには私からのメッセージなんかあるかな。OK? 特別よ。お、普段こういうのやってないんだからね。心してお聞きになってください。まゆまゆさん、すんごいみっともないよ。お心に響いたでしょうか。まあさん、それでは夏の思い出をお聞かせください。始まったばっかりじゃないの、夏って。え、何、え、夏終わるのこれもう。あ、この方本名かしら。ちょっとなんか小山くん、これ伏せといていただけるお名前のところね、よろしくお願いいたします。ブリちゃん、デパチカモッパまたしてほしい。それとブリちゃんの声大好きなので、ミスチル歌ってほしい。ミスチル、ミスチル。熊の巣のような古速の上。純ピッさん、ブリちゃん、いつも良質な元気をありがとうございます。
ご自身をお花に例えるとどんなお花だと思われますか？私がお花ね、ウツボカズラとかそこら辺なんじゃないの？なんかウツボカズラってなんかね、私と似た魅力を感じるんだよね。なんでだろう、わかんないけど、なんかこうシンパシーを感じる。ダンスさん、Apple Music とかで、ミッドナイトヒロインの音楽配信の予定はありますか？私は特に強いヒールを履きこなしてや、窮屈な画面などはみ出してしまいましょうなどの歌詞が好きで、仕事前に行くと強くなれそうな気がしています。ブリちゃん、これからも応援しております。ありがとうございます。このさ、ミッドナイトヒロインさ、私のこの YouTube のエンディングテーマ、こう配信してほしいですとか、もしくは あの部分だけのエンディングだけの動画を出してほしいですってお声をね、結構な数頂戴しているんですけれども、今のところ予定はないかな。私の中でね、エンディングとしてね、物ごつい金額と物ごつい時間をかけてあの数分をね作ったので、ぜひエンディングとして楽しんでいただきたいというのが私のわがままでございます。ここは一つよろしくお願いいたします。南さん、ブリちゃんの動画のエンディングが大好きです。よろしければ制作秘話など教えていただけないでしょうか？私の先ほどお話ししたあのエンディングはね、元はというと、私がこう YouTube の活動をし始めてすぐお世話になり始めた企業さんの中にいらっしゃる私のこうガチファンみたいな方が一人いらっしゃるんですね。私のこととても詳しい方がいらっしゃるんです。その方がね、エンディング欲しいですって私とマネージャーにね言ってくださったんですね。本当にエンディング欲しいんですって、結構熱弁してくださって、私その少し前からエンディング欲しいなって、私の YouTube をエンディング欲しいってちょっと考えつつあったところだったの。そのタイミングでさ、その企業さんから熱弁されたもんだから、おやおや、これはタイミングが来たんじゃないのって思っちゃったわけ。私がね、もうやりたいことすべて詰め込んじゃったエンディングということでございます。まあでもね、その企業さんの一言がなかったら、もしかしたらめんどくさくて作ってなかったかもしれない。イさん、毎回質問コーナーでは取り上げられず悲しんでいる、お慰めください。質問は？今回はこんな感じかしら。私ね、ドミノさんをスクールにお迎えしに行かなきゃなんないので、ちょっとお急ぎで準備しますね。すごい暗くなっちゃった。お外真っ暗、びっくりしちゃう。おそらくなんだけど、次の動画、もしくは次の次の動画、もしくは次の次の次、新居からの配信になるかなと思ってございます。結構ね、こうなんていうの、こう新しいお家のなんかこういろいろつけたりとか、なんだなんだかんだって言って行ったり来たりをね繰り返しているので、どのタイミングで動画配信がちょっとまばらになるのか、いまいちよくわかんない状態でございます。ポエマロくんね、まだ修理に出してないですね、パソコンを。まだちょっと不便な状態でずっと編集しているらしくって、そういうのね、ダラダラするタイプなんです、あの人は。ロックでもない。もう何個か後の動画は新しい環境からの動画となることでしょう。まださん、このお家での動画とかも配信されるかもしれないけど、それまでさ、首をさギリギリまで長くして待っててくださいまし。そいじゃ、今回の動画はここまで。
私ブリアナ、気になったゲームの実況だったり、お食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画まで、みんないい子にして待っててね。バイ。破れかぶれにあたっては、スタコラサッサ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか。甘味食べ食べ真夜中の夢に舞いで大回転、あなたがいるから元気です。そこのけそこのけ、ブリアナが通る。デリケート、私もそうよ。窮屈な画面などはみ出してしまいましょう。誘惑のバレー、私の唇からぶっ放して差し上げる。